こんにちは、サッカーキングチャンネルの西と水上野です。はい、お願いします。UT、はい、始まりましたね。パリに行ってる間に始めちゃいました。そうなんですよ、はい、初回がね、サッカーキングハーフタイムの水曜日で、初回小松さんと水上君のやつで、はい、まあ、僕もちらっとは拝見はしました。お、ありがとうございます。で、そのチームコンセプト、はい、まあ、前回前々回は一応なんか僕が、まあ、主役というか、まあね、前作ね、はい、いろいろやってきましたが、まあ、今回は3人でまあ1個のいいチーム作っていこうと。そうです。やっぱり1人だと試合をプレーしていくのも大変なんで無理ですね。そう、みんなで1チームを運用して、はい、まあ、チームサッカーキングじゃないですけど、ね、いいチームを作ろうじゃないかと、はい、まあ、そういう企画です、まあ、今回第2弾ということで、はい、ちょっと僕参戦しましたので、はい、あんまゲームはうまくないんですけど、とりあえずまあやって進めていこうかなと。史上最高の熱い気持ちで挑んでますよね。史上最高の熱い気持ちで挑んでます気持ちは今すごいんですよね。気持ちはすごいよ、はい。PS4 は買ってないけどPS4 は持ってないけど、はい、やっぱここでやるのが、そうだから、家でやんない分こっちでやってください。そうだから、家じゃなくて会社でやります、うん、はい。じゃあ今日は、まあ、試合と、まあ、あとやっぱりチームまだ発展途上なんで、はい、何選手かまた加えていけたらなというのと、開封もやっちゃう。そうですね、はい、やりましょう今日はね、うん、はい、ちょっとプレーして貯めた分の、はい、パックと、あとはちょっとまあ課金して、うん、まあでもあんまり実はいいパックが今出てないんで期待はできないですけど、はい、まあ一番いいとされてる今出てる中で一番いいパックも引いて、うん、まあちょっとそこは楽しんでいこうかなと。はい、見ますか。じゃあチーム、じゃあ見ましょう。ちょっとだけ成長したんですよ。はい、はい、こちら。はい、じゃあ前回から変わっているところで言うと、まあまずレンタル選手がまあ試合していなくなって、まあジョルジーニを補強しました。はい、まあプレミアで、うん、でイタリア人で、はい、でしかも元ブラジル人というか、もともとブラジル出身なんで、まあ僕ら3人のとかちょうど本当最大公約数がジョルジーニョ、ギュッとしたらジョルジーニョになりました。ということで、まあしかもチェルシーだしね、完全に僕ら3人の最大公約数ということでジョルジーニョを補強しました。いいですね。で、あと左サイドにまたこれセリエAでブラジルで、ちょっと左サイドバック本職の選手がいなかったんでダウベルトを獲得しましたね。でも使いやすいね、速いし。ダウベルトいいですよね、スピードがペースが91あるんで非常に使いやすいですね。あと今エースデフォーね、今ちょっとデストロになってますけど、うちのチームでエースでいいんですか。そうですね、僕何試合かやりましたけど基本的にデフォー頼みでやってましたいかにデフォーに当てて点を取るかっていうね。で、1人ビニシウスが契約ついに切れてしまったんで、彼をでちょっとね、はい、ミッションの報酬でアザールの今度レンタルが来たんで、来たよアザール、はい、であとキーパーね、はい、プレミアとかブラジル人で行こうって言ってて、ちょっとウルライヒ大活躍だったんですけど、ウルライヒはすごい活躍してくれる。ちょっとまあさすがにね、ドイツバイエルンでっていうところなんで、エウレリオ・ゴメスを補強しました、はい、じゃああとトゥランとアザール変えとく。トゥランとアザール、そうですね、ここがまだちょっとねケミストリーが全然上がってないんで、うん、まあだからここがプレミアで、まあ、だからねレディングがね、そう2部なんで、うん、プレミアでケミストリーが発動しないんで結構この右サイド厳しいですね、うん、ここにポーリー入れれば多少ジョルジーニョとつながるから、はい、51、うん、本当はねもうちょっといきたいですけど、ここにビダどうでした。あ、やべ、ビダちょっと使ってみて。ビダはね、スピードがやっぱあんまないので、はい、はい、アケと比べると、まあ、アケは結構スピードあるタイプの選手なので、うん、まあやっぱりこのなんだろう持ち上がりとかっていうところになるとやっぱりアケはかなり使いやすかった。どうですかこれでマジエッロを入れて、うん、これで63になったんで、はい、まあやや改善はしてきたかなと、うん、ちょっとまあ骨格が見え初期のね、そうね骨格が見えてきたという感じから今日はスタートしたいと思います、はい、大迫選手をデストロに変えるとさらにケミストリーは上がるかな。これでいきましょうか、はい、どうします。とりあえず今5パックあるんですよ。ああ、開けちゃいます、試合の前に。そうね、でその選手も組み込もうですよね、はい。じゃあまず持ってですから、そうですね、これはまああんまり期待できないですが、はい、いきましょうか。はい、いきましょう。懐かしいね、実はこの動画撮る前にちょっと僕の前の動画とかちょっと見てたんですけど、それはこんな感じだったなとかね、そういう話もしてました。変わったんですか。そうね、全然違いますね。キラーのドンがないですから。あ、マルキュイが来ました。セリエAなんでナポリね、今ちょうどねよくわからない選手が入ってるんで右サイドバックの選手も結構使いやすい。そうそう、でもマルキュイ足速いしいいんじゃないですか。はい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 、いいんじゃないですか。うん、よし、じゃあちょっとマルキューは早速スタメン入りかな。そうね、まあだからあともう何個かけていきますか。この辺かな、これは多分選手1人以上。うん、ドン欲しいね。ドン、ドン欲しいっすね。ドンが来い。ドンあ、お、隣だ、隣出たイタリアのホープですね、サンドロ隣。移籍の噂もありますね。お、選手ピックが来た。まあまあちょっと僕に優しい感じですね。うん、お、好きな選手が選べます。プレミアもブラジル人もセリアもいないフネスモリがいる。あ、そうね、実績的にでもあれローデ、ローデじゃんよくわかんないけど多分使わないけどねただいらない選手も、まあ、売却もあるし、あと、ね、スカットビルドチャレンジで縛りのやつで結構だから僕個人的にはこのモンテレーとか、うん、ロコモティフ・モスクワとかってチャンピオンズリーグとかリベルタとかそういうクラブワールドカップとかそういうビッグチームって海外のビッグチーム、うん、マイナーリーグのビッグチームは結構使えるイメージがあるんで、うん、ありかなと思います。なるほど、まあもうここはお任せします。じゃあフネスモリにします。はい、はい、なんとなくいきましょうか。一番右が期待できるやつ。そうですね、多少は、はい、多少。ドンがねまだ来てないですから。ドンあるか。おお、でもまたセリアですね、選手バデリ。僕バデリ個人的にすごい好きなんですよね。お、ソリアーノも来た富安選手の同僚、うん、ボローニャね。まあでもこのね契約とか結構大事なんで。そうですね、使ってるうちにね契約切れとかなっちゃいますからね、うん、はい。なんかセリアばっか全部セリアですねここまでそのドンっていうね頭のね、そうそうそう、看板のね出てきてる選手は。はい、いきましょう。ファンダイクってのがね、お、知らん人来た。どこのクラブ？スラビアプラハじゃないかなこれ知らなすぎてマジで黙る。あ、トレセゲ、エジプトのトレセゲ来ましたね。ギラなのか、うん、そうか。ほう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 。お、アンドレ・アッツオリだ地味だな。じゃあ何パックにしますか？じゃあとりあえずまあ3回ぐらいやっとく。 3？ うんでまあ考えましょうじゃあ3、まあとりあえず今日はそんなにいいパック来てないんで、そう、ね、祭りとはいかないですけど、はい、まあちょっとただただ戦力的にやっぱまだ厳しいんで選手をね増やすっていう意味で。そうね、じゃあとりあえず3で、であと1個ちょっといいやつ残ってるから、はい、それでまた強化しましょうか。ドン見たいよ、ドン。ドン見たいっすね。ドンが来ない。お、ブラジル来た。セビージャ、フレラントボランチかアンカータイプの選手か。ジョルジーニョの相方ポールが今ねハードワークしてるんで。そうね、アラリオが来たよ。本当だ。お、バルベルで来てますよ。本当だエルネストって書いてあった。誰がと思ったわ。ちょっとじゃあブラジル引いてください。ブラジル引いたけどね今ねこしたね。はい、いけ、いっちゃってください。さあ来い、いい選手来い。ドン見てよ、ドン。まずはドンだよ、ドン。まずはドンはい、ない。イングランド、ワトフォード、グレー。あ、グレーねまあそこそこ使える選手は揃ってきてますけど、ね、やっぱね演出が見たいですよね。なんかアルゼンチンじゃ多くないですか、うん、そうね。エクダルが来た。じゃあハンバクシュお、そうか、ブライトン。ブライトン、これもまたプレミアの選手なんで、はい、使用候補には入ってくる。そうね。じゃあラストいいですか？いいですよ。はい、いけ、ドン来い。ないアラベースの若そうですねはい、ベンタンクールが来た。あ、本当だ。ロゴがさピエモンテカルチャーになってるからね。トイボね。じゃあどうします？試合の結果でご褒美パックにします？後で。ああ、そうする？はい。じゃあとりあえずさ、いいやつあげようよ。そうですねマイパックにいってください。これ、はい、これはだから金の選手の中でもレアが確実に当たるパックになってるんで、まあ他の消耗品とかもあるんですけど、うん、だから選手が何枚入ってるかにもよるかな。じゃあとりあえずいきますか。これいってください。いこう、いけ、頼むぜ、頼む。いい選手来てほしい。あー、おおしたるく。他の選手も見ましょう。あ、靴か懐かしいな。こんな感じです。フィオレンティーナのサードが来た。はい、じゃあちょっと今まあでもそこそこねメンバーに入りそうな選手はそうね入ったんで、ちょっと補強しましょう、うん、はい。ということで、はい、チーム組んでみました。はい、どうですか？まあ多少ケミストリーも上がったし、うん、僕らのね満たす条件に結構合う選手で、大体控えも、うん、だからビダと、はい、サンチョとアザールぐらいですかね、うん、残っているのは。うんうん、どうですか？補強ポイントは。これを見て補強ポイント、はい、まあだけどやっぱりアザールがそのうちいなくなってしまうので、そうですね、まあなんか彼に代わるこのなんか2列目でね、スピードもあって、うん、なんか馬力のあってみたいな。今のところ結構左サイドがセリエ A で固まってきてて、うん、右サイドがプレミアで固まってる中で、私マルキュイがちょっと孤立してるかなまあね、はい、うん、っていう感じです、うん、なるほど。はい、じゃあ今ちょうどカカーが作ったチームと対戦できるんで、はい、うん、カカーに挑みましょう。どんなチームですか？まあレート90なんで、すごいねまあそれは強いですけど、うん、こんなチームですね。カカー選出、なんか結構意外ですね。ワントップはロナウドで、ツーシャドウにジダンとカカー、自分ですね。で右にサラー、真ん中にモドリッチで、左にネイマールで、マルセロ、ラモス、アリソン。リバプール好きなんですかね。そうね、この辺はアーノルド、ダイク、サラー、アリソンで固めてて、こっち側だからレアルで固めてるって感じかな。ミラン時代の話はお忘れになっちゃったんでしょうかミランの選手が全然いないですけど、あれあ、キエリーニが入ってますね、なぜか。ああ、そうなんだ。直接かかりはないと思いますけど、キーパーもオブラック、キエリーニ、クリバリ、カンテ、メッシ、グリーズマン、デブライネ。ガチじゃんカカー色が今んとこはあんまないけど、なんかブラジルとかも少ないしね。監督はペップですね。ああ、本当だ。確かにブラジルも全然ないしね、一緒にプレーしたりアイコンとかでも出てるはずなんですけど、アリソン、ネイマール、まああと自分カカーですね、マルセロか。リバプール好きってことが分かりましたね。そうね、はい。ちょっとこのチームに挑みましょう。とんでもないチームですけど、そう、僕らブラジルのアウェーを持ってるんで、ブラジルのアウェーでじゃあせっかくだからやりますか。そうね、ブラジル対ブラジル。いやでもだいぶ良くなったな。そうね、一番能力高いのはアザールか。まあそうです。じゃあアザールにとりあえず一回集めようアザールで点取りましょう。そうね、いやー、協力プレイ久々だな。いやー、小松さんとやったんですけど、やっぱ全然むずいっすよ、うん、ボルタモードやったじゃないですか。やりましたね。ボルタモードだとさ、結構人がね、あんま多くなるから、僕が黄色です。はい、僕が赤ね、水上が赤ですね。やっぱ2人プレーのコツは2人でいかない、とにかく守備を、周りを見ながら。うい、あああ、やばい、むずいあ、マジでむずいあ、どっちも中になってたんだ今。やべえやべえ、時代を潰していやー、遅らした遅らした今ロナウドボール来ます。ロナウドがめっちゃ取ってくる。やばい、ロナウド、ごめんっすロナウドマジかよ。ありそうだしね、マジで。アトレティコ戦思い出した。いっていって。やばいやばい。うわー。カカだ。カカに決められた。いや取り返しましょう。さっきみたいなプレーシーン作ってはいけますから。そうね。強っ。あんな能力なんだ。まあでもね、本当万能でしたもんね、カカはね。そうね。何でもできるからね。ああ。ダッサー今のあーってあかんさらんあー早い うわ何今のプレークリアやばいやばいええどこで何してんすか俺一回三島さんにし何してんすかいや PK 止めっからどっちだろうキーパーはキッカーカカですね俺だいや一応早くない一歩も動けなかったわ早くないちょっと準備する時間とかないのカカはそういう選手なんですよ賢いからちょっとだけ動いたっていう何してんすかあーちょっと2点きついなやばい3点取らないときついなちょっとエース、まあ、エースで4投入しますそうねとりあえずよしよし点取るぞ攻撃的にしましょうかちょっとねついていけなかったなんかよしはいデフォーにあーいやー打ってよかったかな出せなかったないやうまあいけよーし、アルジーニョ、あえまたやったよダメだ、俺もう丸禁止、丸押すの禁止俺もう思いっきりやってますもん次、早く来るんではいメッシ入ってきたなんで 2-0 でメッシ入れんのペップのやりそうなことだわあ、でも次、僕だ止めてくれ一本も動けなかった早いんだもんいや早いのじゃゴメスが良くないわいやゴメス助けてくれ悪いのは俺だウルライフに戻そうかな来たでしょなんでキックいいと打ってくださいまだ多分僕らシュート1本持ってないんじゃないですかシュート1本持ってないねやばいネイマールに翻弄されてるおーネイマールとマルセロの左サイドマジでやめろいやーえぐいって攻撃うわー DC うん嫌だ早い早い早いジョルジーニョ足遅いオフサイドトラップそんなコート技術はないわいややばいなください前にダメだおお危ないダメだ全然ダメだこれどうする放送するこれ情けないですねいやしょうがないですよでもそうねまあ敗因は僕の守備 PK2 本はちょっと無理だねそうっすね、うん、現状のチームで考えるとちょっとこれあまりにもひどい試合結果だったんで、もう1試合やってちょっと次のやつで点差、勝った点差分パック引きましょうか。相手はおヴィッセルじゃん。日本のチームだったんで多分神戸ファンの方なんじゃないかな。で相手のメンバー出た、この後出ます。どんなチームなのか。おグレーだ。本当だ、グレーかぶりした。またプレミアリーグチームなのかな。そうですね、プレミアで縛ってますね。ちょっとやっぱりもっとコンセプトを大事にしていきましょう。サイドを使って崩していきましょう。よし、黄色が私、僕が赤。おお、ナイストラップ。キーパーゴメス。おお、うちのゴメスに何をするんだ。よし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 、落ち着いて守備しましょう。よし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 。おお、取れそうだった。あ急に来た。よっしゃ、よしよし。でも中がいない。はい、打てー。いやー結構ロングパスがショートするな。よしよし、抜け出した。運べるでー。誰使おう。あーずれた。デストロー。まあまあ、もう一回。すごいパス。中。ああごめん。マイナスだったんですね。そう。中っていうから。お。え？アザールに。お、取った。取った。ああ誰使おう。ああ迷ってるうちに。てか僕ですよ今の。あそう。ダメだってやつだ。で来るな。ああ短い。はい、来たでしょう。デストロに。ほいほい。いやー打てない。あ PK じゃないの。ないこれよ、これ足かかったよ今の。ゲームにないんじゃん。あ中盤がぽっかり。あーやばい。よいしょ、頑張ったマジェッロ。早い。来い。マイナスに。ああ、エンディディのスタミナが。うまい。よし。よし。ほい。よし。いや。誰か入れろって操ってんの僕らですから。あれだね、小学校の時のサッカーみたいなやつ。いやでも今いいシーンだったな。もうちょい息合ってきましたね。そうね、いや懐かしいなこの感覚。そうね、確かに2人プレーさっきやってたのは1人でやってたからさ、やっぱりちょっとまた勝手がね違いますね。ちょっとこのメンバーでも行きましょうか。行きましょう。勝負どころでデフォー投入しよう。そうですね。あれジョルジーニョいつイエローカードもらってた。本当だ。あエンドンベレね。ミドルもあるからね。取った取った、はいはい。フライパス、ああ、ザールに出したつもりだったのに、あ、やばい、あ、オフサイド。ヒヤッとしたぜ。キーパーだ。キーパーチルウェル、渋いな。つないで、ああ、あかんあかんね、振られてる、やばい。マジエロ、やっぱね、ジョイニントンやっぱ高さもあるな。そうね、収まるしね。マクトミネが入ってきた。サイド、ああ、そっちか。入り、怖い、よくないな。おお、ごめん。怖えぜ。ちょっとマジで。後半シュートゼロ？そうね。ナイス。勝った。ああ、オールコットのフィジカルが神だ。オフサイド。オフサイド、キーパーでしか止められない。あえて早めのクロス。トラップいけ。くー。あ、全員来てた。嘘だろ。オッケーオッケー。ちょっと変えますか、選手。勝負どころのデフォいきますか。いきましょう。よし、サンチョと俺たちのデフォ、背番号1。背番号1、ナンバーワンデフォ、頼むデフォ。いや、こういうところでやっぱ決めるところですからね。そうね、現実のデフォも短っ。ジョルジーニョを軸に、オッケー。いいね、デフォ、腕を回ってる。トラップがでかいぜ、ウォルコットよ。ウォルコットサンチョか、今のとこは。すごい。よし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 、はいはいはい。石丸さんすよ、俺か。やばい、変なパスでした。なんかマジエロで上がってくんなと思ったら、やっぱ気づいてなかった。大丈夫だ、戻します。すげえ来てんな、前から。やばいやばい。前プレが85分に前プレがすごい。うい、よっしゃ、よっしゃ、サイル頑張って。お、そっち。アザールよ、アザール。はい、アザール。よし。アザールで打ってよかったかな、今の。まあ、ベンタンクールのシュートよりかは、アザールの方が期待はできますよね。やばい、0-0や。やばい。カーディパック引くつもりだったのに。さすがに勝てると思っていたのに。すごい。現実で考えられないプレー。時間がない。なんか俺昔0-0の三島みたいなこと言ってたよね。ありましたね、0-0の三島時代。あ、延長戦あるのか。あ、そうだ、まだまだまだあるわ。危ねえ危ねえ、今日これ折れちゃダメだ。え、よし、このチャンス取るぞ。ものすごいバグだな、今の。はい、来たでしょう。いやーこのダイナミック、うわおお、うわうわ何このダイナミックなチーム。キックオフの時意味わかんなすぎてびっくりした。やばい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 はい、よし行こう、もう縦行こう、縦行こう。アザールに、いや一拍遅かったな。でもうらよし交代策ズバリ。そうそうデフォーのシュートをサンチョが打ち込む。いやー危ねー。よしギリギリですねよくあそこいい判断したシュートは。いやー切り返そうかなと思ったけどね、間に合わなかった。コマンドが間に合わなかった。あえシュートキャンセルだったんですか。そうそうそうして右で打とうかなと思ったんだけど、よしよしよし打ったら何か起こるって。いや本当そういうことですよ。こういうことだ。いやーもう1点だ、もう1点狙いに行こう。バックスとね、そうね関係してくるんで。えそんな淡白。よし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 、もう1点後半取りましょう。あ、そっちか。やべえ、デフォーさんに渡したのに。やばい。あびっくりした。さっきオフサイドだったんだ。さっきからエルシャーラウィ超怖い。やべミスった。ミスったけど。デフォーさんにちょうだい。僕でした。なんかミスだ。なんかミスだ。僕でした。僕です。いやチームプレーだな今の。出たこれもう。よしデフォーさんぐちゃぐちゃってなった。やばい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 、最後最後絶対最後絶対よし白氷の勝利です。危ねえ危ねえぜ。はい、なんとかなんかお見苦しい試合を見せる。だから上手な人からしたらすげえイライラされてると思うんだよねでも本当ね2人って難しいんですよ。難しいちょっとね、はい、これからまだまだ頑張っていきますので、うん、じゃあ一応 1-0 ということで、はい、一拍引いて終わりしましょうか。そうですね、一応今回の動画では、はい、次回でねちょっといいパックが出たらそのタイミングでやろうかなと思ってるんで、うんね、とりあえずまあこのプレミアムゴールドパックを引いて、はいご褒美ってことでね。はい。じゃあ1パックこれで締めましょう。はい。頼む。ドンまだ見てないからね。うん、ドン来てほしい。早っ早い。ベンダー。ベンダー。はい。ブンデスリーガの選手多くないですか。なんかちょっと多いですね。うん。でもいずれこれが効いてくるんで。来たよ。ブラジル人。フォワード。ジャンペドロ。ジャンペドロ。ジャンペドロ。じゃあこれで。いやでも良かったと思いますよ。そうね。だいぶ強化されたんで。まあね、選手増えましたね。手駒は。手駒かなり増えて。結構増えたんで、まあこれもなんかねまた売却とかいろいろ買ったりとか、パックとか開けながら進めていこうかなと思います。そうですね。じゃあちょっとまあだから補強ポイントは2列目のところと、あとまあやっぱ右サイドバックかな。そうね、マルキュイがちょっと孤立してるんでセリアなんですけど、うん、その辺りをちょっと補強したあと、まあ、デストロのところか。そうね、最前線やっぱちょっと収まる選手みたいなのが、うん、で点が取れる選手ね、そうね、ちょっと獲得して、はい、まあ、また次回を迎えたいと思います、はい、まあ、第2回ですからね、はい、またぜひ次回、ご覧いただければと思います、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします、ではまた次回の UT でお会いしましょう。さよなら。